つねさん行ってきたよ行ってきたよ噂のカフェイエはい、我々 YouTube で、盛り上がってる動画は率先してやっていくというチャンネルであります。マストコに続きカルディ爆買いということなんですけど、初めてです、カルディ行ったの。あ、そう、うん、うん、今回初めて行きましたけど、マジで何を買ったらいいのかわからなかったっていう。間違いない。じゃあ早速紹介していきますか。韓国海苔新大久保で買えるの我が家韓国海苔好きですから。そうだよね、はい、家族みんな好きですから韓国海苔を、はい、そうそうそう買いました。でも安かったね。24袋買っても、うん、そんなにトータルで8000円いかなかったから。あ、まあ、そうなの、はい、何買っていいか分かんなかったっていうのがあるから。はい、続きまして、まあ後で食べる系は食べます。マリトッツォ、お噂のマリトッツォ、オレンジピール入りのマリトッツォが来てました。なんで買ってみました。はい、来ました。はい、韓国のり味ポテトチップス。いや好きだな超気になっちゃう。あとでちょっと食べよう。はい、実は こっそり入れてたんだけど。え、何それ。レモンジンジャーのハーブティー、なんかハーブティーみたいなのいっぱい置いてましてやっぱ日々ストレス社会で働きますから、夜なんか飲むといいのかなと思って買ってみたんだけど、ハーブティーです。あとは超美味しそうだったの、ローストビーフ一緒に買い物したはずなのに知らないやついっぱいあるなローストビーフ美味しそうでしょ。これ、まあ、そう、このまま食べれるんだろうから、これから僕らお昼まだなんで、はい、食べたいと思います。楽しみ。炙りホタテ。え、何それぶっさんて俺ら言ったよ。カルディだよね、物産展で買えるやつだよ絶対。してビーフジャーキー宴会しようと思ってんのこれも山形、あ、ビーフジャーキーじゃねえ、え、ポークジャーキーだった。先入観もうこの絵でビーフジャーキーだった気になるの。確かに確かに確かに、ちゃんと見ないと。あとはよしきりと一緒にこだ、気になったのこれね、はいはい、くるくるとろりん滑らか杏仁、ちょっとどういうことかわかんないんだけど、後でこれも冷やして食べたいと思います、うん、はい。あとは、ドライ納豆、僕は納豆好きなんで、トカゲくんへお土産です。で、我々お昼買ってみました、カップラーメン。海外なのよね。うんうん、今まで食べたことがないカップ麺を食べてみたいと思います。まあもちろんカルディなんでね、はい、まあ、コーヒーも買ってみました。これアイスコーヒーかな。でもこれコーヒーもさ、だからいっぱいあるじゃないですか、うんうん、でカルディ一美味しいコーヒーみたいの、うん、ほんと誰か情報ください俺コーヒー好きだから。飲み物シリーズ、変わったドリンク買ってみました。ハワイアンさんウアバーネクターとルートビア買いました。ルートビアって何？え？ルートビアはなんていうんだろうな、ちょっとこう癖がある系のドリンクじゃない？ユシキどっち飲みたい？これ。俺グアバかな。じゃあグアバ。やったー！え？とあとはまあ俺からまずはユシキでいいや。はい、何？お、マジで、うん、いつもね、いろいろ頑張ってくれてるし、はい、最近はサラマのね、こうディレクター業だけじゃない、はい、活
作をしてますから、ここから屋敷でプレゼントです。はい、応援してます。応援してます。ただちょっとさ、うん、何ちょっとこれ持って応援してますくん入ってください。いいっすか。以前この YouTube で、はい、ドラマに出ることが決まりましたっていう動画ね、うん、出させていただいて、ドラマでセリフがありますと。ああ、もちろん。何でしたっけ。漫画だ、漫画だ。顔映ってなかったです。声だけだったんだけど、あれ顔が映るセリフ事前に言っといてくれないと。漫画、あれと思って一回巻き戻したもん。で、このなんかメッセージシリーズが結構カルディなんかいっぱいあって、俺は本当皆さんに感謝の気持ちを込めて僕が飲みたいと思うんですけど、はい、ありがとう。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 って感じかな、俺が買ったのは。あとはヨシキリが買ったやつなんだけど、創業元文3年伊勢名物ボクボチ。ヨシキリこんな買ってんの。やっぱ好きなんだね、こういうの。あの似てるやつあるじゃない。あるね、赤服。赤服なのかな。それさえも分かってないでしょ、これがどういうボチか。確かに、あのパッケージでちょっとそうだと思っちゃってるけど。好きだね、味付け卵。大好きなんです。ちょっと食べてみるか。気になっちゃった。いいですか、開けて。はい。こういうこと。うまっ。うまっ。これバクバクいっちゃうね、おつまみで。外れないでしょ、そんな。いや、これ美味しいわ。これマジちょっとおすすめだけど、わかんない。俺 YouTube もさ、うん、今回カルディいっぱい上がってんだと思ったけど、はい、何一つ見てないですよ、うん、だから何が人気商品とかも何の情報もない中、俺ただ欲しいと思ったものを買ったんですね、うん、だからこれがまだ話題になってないんだとしたら、これマジでこれから来る。台湾ラーメン、今日のお昼です、うん、はい、です。台湾ラーメン美味しそうだ。すげえうまそうだ。匂いもいいし。じゃあいただきます。うまい。うまっ。辛そう。それん、なんで自分のそういうやつだけ、なんかさ最近そういうのちゃんとやんないと。もう食べちゃったからやっとく。伸ばしすぎて画角からはみ出てるから。いただきます。辛っ。辛い。うん、結構辛い。うまっ。じゃあ飲み物か。あ、そうだ、あれ入れ替わってる。君の全然全世界よ。君の側じゃないんだから。いいね、やっぱりドラマ出たら調子上がってくるね。お、炭酸かと思ったら、お、うまい、うまい。ちょっと飲んでみようか。うん、ダメだよ、これ粉こぼしたやつ。カメラ持ってちょっと来いよ。お前、カメラ持ってちょっと来いよ。どっちで、なんだよこれ。俺がガチ切れされたからな。一つ言っとくけど、こういうことすると、俺こんな粉なかったもんな。こんな色じゃないし、俺液体スープだけだし。逃げろ、逃げろ、逃げろ、家から逃げろ。でもビールなのよ。ビール飲みたいな。
もうお皿とかもめんどくさいから出さない、うん、うわホタテ最高。ビールちょうだい。あいよビールちょうだい。あれ誰いや、10回目10回目にしては偉そうですよ、うん、だいぶうまいね。大将の雰囲気で仲介人だったからうわ最高よ。優勝優勝した。うまい。ストビーフ優勝した。でもなんだかんだナンバーワンうずらかもしれん。あら勝手に順位をつけるんだ。いや狐さんからいただいたパーカー母乳の今日カルディ企画って聞いて、うん、ああ俺出るなと思って殺したんだけど。だって結構前だもん開けたの。2週間前ぐらいかな。2、3週間前ぐらい。俺ね韓国のりには結構マジでうるさいの。お韓国行った時も美味しい本当に美味しい韓国のりを買いたくて地元の人に聞いて回ったけど。美味しい美味しいうまいな。うまいね、いいね。もっと本当に知りたい。確かに確かに情報を、うん、本当に皆さんちょっと情報ください。本当に分かんなかった。マジで分かんなかった、うん、何を買えばいいか、うん、さあおいざ。すげえプルプル超楽しい。おっぱいみたい。一番カットできないところだから使います。デザートタイムです。はい、はい、なんでゴミが、ゴミが危ないよ。ゴミが、ゴミ、ゴミの日でこういった撮影のために急いでやった目にしまった。ゴミ箱じゃねえんだよ。ゴミ箱かな。ふざけんじゃねえよ。いただきます。うわぁいいですか。おいいね。うまいね。うまい。これうまい。普通になんか、うん、あの焼肉屋のシミとかで出てくるレベル、うん、おいしい。おいしい。俺でも赤服もあんまり食べたの。いやあるけどもう何年も食べてないから。うまいな。違う？違う。あ、違うんだよ、うん、で、コーヒー。ようやくコーヒーです。はい。ああ、ちょっと酸味がある系なんだね、あれ。あ、そうなんだ。おかか、おかか、おかか、何やってんの、おかか。なんか本当に楽しいね。楽しい。俺なんかこういうの行きたいんだけど。他にもコストコ。あ、今までコストコとカルディだけでしょ。なんかどっかないかな。こう言ってっていうのあれば、うん、あのコメントください。まあまたちょっとどっか行きたいなと思うし、うん、カルディはちょっと皆さんからコメント来たおすすめを、はい、またコストコの時みたいにいっぱい来たやつを買って、うん、試したいなと思うんで、はい、ぜひ皆さんこれはっていうのを思うものをバーって書いてください、うん、そしたらその上位のものを勝手に買いに行って、うん、勝手にあの食べますというわけで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。もしよければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それじゃあ皆さんも素敵な一日をお過ごしください。じゃあねそうなな中尾さんさん秋吉さんさんきつねさんさんなな中尾さんさん秋吉さんさんきつねさんさんきつねさん。